少し薄くしますが、ちょっと黄色みを入れてみます。これ白っぽく見えるんですけど、実は白じゃなくて、いわゆる黄色なんですよね。はい。で、基本やっぱりこう白はあんまり使わなくて、白はやっぱり白の色がポンと出てしまうので、私はあんまりこう好き白は好きではなくて、で白の代わりにこういうちょっと黄色っぽいんですけど、はい、こういう色を使いますよね。この色を出しながら、この全体の調子だけちょっと作っていきますね。色鉛筆やクレパスといったような、そもそもなんか画材があんまり混じり合わっていかない画材で描かれる方は、なんか白とかを乗せてとか、はいはい、黒とかを乗せてっていうこともね、はいはい、なさってますよね。はい、言われますね。画材にはよるんだろうと思いますけど、うん、これ上からそーっとかけながらやっていくと、こう結構綺麗な色が出たりしますので、はい、うん、色味はいろいろ使えるとは思いますね。でここのところに少しこう向こう側に隙間が見えるんですけど、実は私は割にこういうのはちょっとこう大事にしますんで、こう隙間をちょっと変えたりします。これちょっと入れてみますよ。はあ。隙間ってね、入れすぎるとね、はい、変なんですよ。変になるんです。難しいですね。うん、ただこういうその細かいところってすごいちょっと気になったりはしますね。ちょっと少しだけ入れておきますね。後でまたちょっと触ってみたいと思いますけど、まあ妙なところは気になるんで、この同じ筆をずっと使い続けてらっしゃるにもかかわらず、このタッチがね、非常に細かく分かれていくのが力加減であったり、そうですね。例えばこの筆なんかもそうなんですけど、ここなんかやったらここなんかだベタでしょ。でもここって割に細い線出るんです。はいはい。だからここの先っぽだけ使ったら同じことができます。それ同じことができるのは、まあやっぱりあれですよね。まあまあそういうものやと、まあこれね、使い慣れてくるとすごく便利な筆なんですよ。はい、だから便利やでって言って人に勧めても、いや使いにくかったからっていう人は当然出てきますから、ね。なるほど。これも人によりますので、はい、まあ普通通りに普通の筆使ってください。その方が間違いないかなと思いますけど。それからもう一つね、この色出すんですけど、はい、もうこの色に今書いてんねんけど、なかなかこの色出てけへんねんじゃなくて、ある程度こうやってちょっと出たらもうほっといていただければいいんです。で、はい、もうちょっと経ってからもう一度その上から乗せる、はい、で何遍か乗せることが大事なので、いっぺんにその色に合わせてちゃんとしてしまおうとあんまり思わない方がいいような気はします、私は。うんうん、でその方がその、はい、少しずつ少しずつ明るくなっていって、その感じが出てくるというような気がするんです。これアクリルの場合だから、乾いたら今度もうキャンバスの上では混ざらなくなっていきますよね。これもっぺんこう完全に乾いてしまったら、もう完全に乾いてるでしょ、はい、でこの上にこうきつい明るいのを乗せるとポンと飛びますよね。で そうするとこの前に塗ってた色を少し混ぜながらもっぺん戻しやらなあかんということはあります。ああなるほど、うん、それの方が馴染みやすいですね、はい、ですから一度乾いてしまうとしにくいの で乾くのが嫌だったら、いわゆる霧吹きみたいなやつでシュッシュッと水かけながらやる人もいてますけど、うん、まあ、うん、どっちがいいやろ。不思議ですね。少しずつ形が出てきますね。そうですね。この時にこうむやみやたらとここ塗ってやらないことですわ。全体があれば、はい、基本的に太陽は上から必ず来ますから、はい、下に濃い部分があって、で中間があって、一番上の部分が一番明るいというのは、これはもう基本の形です、はい、必ず濃い中間明るいっていうのは、うんうんうん、ですから
今一番濃いところから順番にやってますよね。でこれ一番この部分がちゃんと書いてると、この上に何分明るいこんな色をボン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 のしたところで飛んでいかないんですね。光に変わっていきます。はいはい、あ 光ってるよねっていう形に変わりますので、だから最初からこの色を塗りたいねんけどちょっと我慢して、で下のこのしっかりした中間色から濃い部分の色をしっかり塗っといてやると、はい、うん、あと描いた時には描きやすいということになります。これも自分でこうちょっと慣れたやり方でこうやりますので、あれはなんであんなことしたんやろうとかっていろいろあるとは思うんですけどこれもうなかなかね、自分でこういうやり方に慣れてしまうと、こう自分本当に自分流の形のやり方になってしまうので、そこのところは真似してくださいということではなくて、どんなふうに形を作っていくのかさえ見てもらえれば、はい、それでいいのかなというふうに思います。難しいんですけど、基本を押さえてそこからなんかその各作家ごとの特性というか個性というかが出ていくことと、はい、いやこれはもう我流ですから私のやり方なんでって、うんうん、そのなんか難しいとこだなと思うんです、うん、我流ですからって言ったらもうみんな我流ですよね。一人一人みんな違うから、うんうん、だからこの書いてる今人が書いてるやつ見ながらそこから何学ぼうかっていうね。だから今までそんなことうまいこと思いつけへんかったけどそんなもありなんかっていう、自分の政策にプラスして結びつくような形であればそれでいいとちゃうかなっていうふうに思いますけどね、はいはい、多分おそらくこのアートのジャンル全般絵画だけでなくてそうだと思うんですけども、こうなんて言うんでしょうね、未熟さを肯定してしまうというかうん、それええ意味の居直り、うん、ねえこうでなければならないはないけれども、はい、あなたの表現したいものにより近づくための基礎は抑えた方がいいですよっていうことが、はいはい、どうしたいですか、こうしたいです、じゃあそのためにはこうするのが必要ですよとかっていう、あくまでも、うん、でも自分のその表現を助けてくれるもの、うん、そういうものは必要なという方もいますね。それは我流とかじゃなくてどういうものが必要かっていうのはね、うんうん、それは非常にだからこうよりよく成長したいだとか、うん、技術を伸ばしたいだとか、うん、感性を伸ばしたいだとかっていうことにすごくだから自分の未熟さを肯定してしまうとこうすごく邪魔をする気がするんですね。あ、うん、でも未熟さっていうか要するに知らないだけのことやから要するに そういうことなんですよ。だから作っていくって、僕らが何も全然知らんジャンルでやるのと、はい、同じことやと思いますね、うん、どっから入ってどうしていくかっていうのは、うん、それぞれあるような気はしますけど、まあ、知っていく楽しさというかあります、知的探求の面白さというかがそこにあるんですね、はい、うん、ちょっとね滝入れてみたいと思います。いよいよです。いかがでしたか、楽しんでいただけましたか。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。